ウラジーミルシューホフ、ウラジーミルシュホフ、1853年8月28日から1939年2月2日は、ロシアの技術者、構造家、建築家である、パイプライン輸送の先駆者とされる、シューホフタワーと総称される鉄線を、格子状に組んで双極面構造の外観を持つ塔を創出し、ロシアアバンギャルド建築に大きな影響を与えた。 また417にも上る鉄橋の設計や、河川用の石油タンカーの設計を行った。また、石油の接触分解に関する発明や蒸気ボイラーに関する発明で特許を取得するなど、多岐に渡りその才能を発揮した。1853年、ロシアのゲンベルゴロド州のという小さな町に生まれた。父親は銀行員だった。 サンクトペテルブルクの学校で学んだ後、1871年に帝国モスクワ工業学校、現、モスクワ工科大学に入学する。卒業後、1876年に大学の教授に随伴してアメリカ合衆国を見て回る機会を得た。この旅行では、シンガーのミシンやベルの電話機などの新しい工業技術を目にする。またフィラデルフィア滞在中に、 ロシアの技術会社のルコイル、ルッコイルを経営していたアレクサンドル・バリシリアイとなり、ルコイルに勤務することになった。ロシアに戻り、アゼルバイジャンのバクウにあった石油施設の設計に従事する。ここでロシア発の石油パイプライン、全長約 10km の設計にも参加する。バクーでの仕事を認められ、ルコイルの主席技術者になった。 その後も河川用の石油タンカーの設計や、1886年から1889年には、州保フの同僚と共に、モスクワの新しい水道システムの設計に課した。1879年には、連続接触分解に関する発明で特許を出願。1891年に成立し、ロシア帝国特許、番号12926を取得した。 後にこの特許はアメリカのスタンダードオイルとの特許係争に発展した。バリの事業が鉄道事業に及ぶと、シューホフも1892年に初めて鉄道橋の設計する。シューホフは設計する鉄道橋に鉄材の不足を克服し、さらに工期を短縮する工夫を施していった。これ以後、417の鉄橋の設計を行った。 周保フは、鉄橋の設計と並行して大規模建築物の屋根の加工方法の考案を依頼されていた。1893年に完成したグム百貨店。1890年から1893年、モスクワのアーケードの屋根として採用した鉄とガラスを組み合わせたボールトとして結実した。1896年に、 ニジにのぶごろどで開催されたハンドシア博覧会でのシューホフの仕事は彼の名前を有名にした。ハンドシア博覧会においてバリの会社は八つのパビリオンと給水塔を請け負った。シューホフの設計したパビリオンは鉄ケーブルのみで釣り構造を作り、これに金属シートを貼るという手法を用いた。この設計で鉄の使用量を削減しても冬の積雪でも 十分に耐えられる強度を持つことを示した。また、給水塔はシルエットに双極面構造を用いた。鉄の使用量を削減し、かつ強度を維持するために、彼の用いた回は鉄線を格子型につなぎ合わせていく方法であった。1895年、この構造について特許を取得した。この給水塔の高さ25.6メートルで、比較的少ない鉄の使用量だったが、 上部には110トンの水槽を持ち上げていた。この給水塔は特に評判を呼び、その後、100を超える給水塔の建設依頼が舞い込んだ。1896年には、新しい蒸気ボイラーで特許を取得、ロシア帝国特許、番号15,434及び、番号15,435。このボイラーは1900年に開催したパリ。 万国博覧会に出品され、金賞を受賞した。1911年に、モスクワの中央郵便局の屋根部分を設計し、1917年には、モスクワのキエフ駅のプラットフォームを覆う鉄とガラスのボルトを設計した。ロシア革命後、バリの会社は国有化され、州ホフには、ディレクターの地位を与えられた。革命政府からシャーボロフスカヤのラジオ 1922年、モスクワを設計を命じられた。当初高さを350メートルで設計したが、鉄不足のため150メートルに短縮して1922年に完成した。それでもこの塔は、独特のスタイルは、ソビエトという新時代の幕開けを告げる印象を与えた。フランス・パリのエッフェル塔の鉄の使用量が8800トンで、あったのに対し、 周保フの塔の設計では、高さ350メートル設計時の鉄の使用量が2200トンと、軽量であった。1920年代以末に、周保フは再び塔を設計する機会に恵まれた。ニーグル地方の送電システムの設計が依頼された。鉄塔の高さは60メートルから120メートル程度だったが、鉄塔はさらに宣伝を受け、軽量化に成功した。 1929年に、レーニン賞を受賞し、ソビエト科学アカデミーの会員に選出される。1939年に、モスクワで死去。モスクワのノボデビッチェ墓地に埋葬された。州ホフの最後の仕事は、サマルカンドにあったウルグベクマドラサの地震で傾いた、ミナレットの修理であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。